時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は手帳発行人の前城徳志です。はい、聞き手は FM ギノワンスタジオからゆきです。よろしくお願いします。ルドルフさんからツイキャスでお久しぶりですって来てます。お久しぶりです。元気ですか？はい、さいくぬちわん前城さん、リモートですかって来てます。リモートなんです。はい、はい、今聞こえますかね？聞こえませんって来てますけどあれ今は聞こえますかね？はい、ね、ラジオは聞こえてるんですけどツイキャスはどうですかね。はい、では後半に参りましょう。ではメインのコーナーです。今日の話題こちらです。琉球の軍備について先祖たちはどう考えたのか。はい、我が沖縄の祖先たちは軍隊とか国防軍備についてどう考えてたんでしょうかっていう話なんですね。はい、実はこれはここしばらくは島津の琉球侵攻の時から始まって、ずっとそれから問題を追いかけているような形で、テーマを広げています。はい、島津侵入で2回ぐらいお話をして、それから 4.28 ですね、サンフランシスコ平和条約の話に行って、はい、で先週はぬちず宝という言葉が生まれた、うん、背景といいますか、はいはい、沖縄の芝居から始まったんだよというような言葉をやってきました。はい、で本来であれば5月15日の復帰のことも取り上げたいという気持ちもあったんですけど、はい、もうこの流れでね一旦締めくろうと思いまして、あ、じゃあ琉球はなぜきちっとした軍備をしなかったんだろうか、うん、なぜ簡単に薩摩に負けたんだろうかとか、うん、でその後琉球の祖先たちは、島を守ることについてどう考えていたのかなというのをやって、一連の島津侵攻以来の番組をね4回か5回ぐらいこれテーマ続いてるんですけど、うん、まあ、それを一旦終わりにしようかなと思ってます。はい、よろしいでしょうかな。はい、確かに気になるところです、軍備について、うん、はい、島を守るということについてですね。はい、これまでの番組の中でもお話ししてきましたけど、大人にいた薩摩の島津氏は、日本の戦国大名の中でも最も強い戦国時代を戦い抜いてきた、軍備を、まあ、侍の力を誇りにする国だったわけですね。はい、でそれに行きの方は散々統一して小王朝ができて以来もう100年、ほぼ100年間全く戦のない時代が続いていた。うん、で地方の豪族たちは全員首里に、集めてそこで住むことになりまして、持ってる武器は全部首里王府に返還したということで、うん、まあ、武器もほとんど持たないような状況が続いていたわけです。はい、その時に、長い戦国時代を鍛え抜かれたお隣の薩摩の軍隊がやってきたわけなんですね。うん、でその時にじゃあなぜ琉球の人たちはどういうふうに対抗したのかってことなんですけど、ほとんど戦らしい戦はしてません。うん、全くやってないってわけじゃないんですけど、ほとんどやってないに等しいです。最初から首里王府は和平で行こうという考えを持っていたわけですね。うん、とか島津軍の方は和平をやるんだったら首里でやりたいと、つまり首里まで攻めていってからしかでやりませんよと、降伏してからじゃないと話は乗りませんよというふうになったわけですね。あ、であと一つ首里王府側は外交でこの問題を解決しようと思っていたわけです。薩摩が攻めてくる前に、それは薩摩の背景には後ろには徳川家康、徳川将軍がいて、琉球を使って民国と の貿易をやりたいという意向が あるというのは見ていましたので、うん、琉球から民国に使者を出して
民国と琉球と の民間貿易を増やしたいと。そうすれば、これまでの新興貿易のほかにたくさんの民間貿易をやって、まあ、江戸幕府が満足するだけの商品を流すことができるんじゃないかと思ったわけですね。でそこで、民国琉球江戸幕府の間の三角貿易ができたできるんであれば、多分あの幕府を通して薩摩の進出というのは抑えられるというふうに見ていたみたいです、うん、ところがあの民国の方は琉球側のそういうふうな目論みっていうのは見通してましてね、琉球側との民間貿易を増やすと、これは商品は大和に流れていく、うん、江戸の方に流れていくと。で民国としてはあの豊臣秀吉の朝鮮侵攻以来、日本大和というのは非常にけしからん国だと思ってましたから、大和に品物が流れるようなことが予想されるんであれば、琉球のいう民間貿易というのはこれはダメだよということでストップかけてしまったわけですね、うん、それで薩摩が侵攻して実は武力でもって攻めてくるということになったわけなんです、うん、だってこの琉球側の軍備に対する考え方がよくわかるのは、今度は時代が飛んで琉球処分、明治維新の後の琉球処分の時なんですね、はい、で明治政府側は琉球国を日本の中に併合しようということで、琉球王国を一旦は琉球藩というものにするわけですね。でその時にいろんな要求を突きつけていきます。非常に大きな要求が2つあって、1つは民国との外交関係を打ち切りしなさいっていうのが1つ、うん、であと1つは琉球に、日本の軍隊を置きたいと、まあ、熊本鎮台と言ってましたけど、まあ、熊本師団の派遣団を沖合に置きたいという要求を出しまして、軍隊400名、それから警官隊200名、合計600名を沖縄に派遣したと言ってきたわけです、うん、琉球側はこれは当然いらないっていうわけですね。で明治政府側はいやいや、これは人民保護するためには必要だと、うん、保護するっていうのは琉球を保護するんであればこれいらんというのが琉球側の言い分なんですけど、うんうん、これ押し問答が続いて、日本明治政府が押し切った形になるわけなんですね。でその時のやり取りの中で、琉球王府側が明治政府に出した文書の中にこの軍隊を置くことに反対するという理屈があるわけですね。これは一つは琉球っていうのは南海の小さな小島であると、その小さな小島で、いくら軍隊軍備を強化しても敵国を攻めてくることを防ぐことは不可能である、うん、防衛難しいんだと言ってるわけですね、うん。二つ目に、小さな国が兵力を持てばかえって外国の軍隊の進出が来る恐れがあると、うん、外患を招くもとになると、うん、で三点目、したがってむしろ兵力は持たないで外交、まあ、礼儀従順を持って外に対するいわゆる従欲望を制すと、まあ、柔らかいものが硬いものを制すと、まあ、これ柔道とか空手でよく使われますけど、力じゃなくて話し合いで進めていくということが沖縄にとっては望ましくて、琉球はこれを国是としてきたんだと。まあ、基礎なんか言うと、琉球のような小さな国は、軍備を持つべきじゃなくて平和な外交によってしか国は成り立たないというふうに反論していたわけです。で結局は明治政府はどこに軍隊を置くかっていうのはこれは政府が決めることであって、琉球藩が口出しをする問題ではないということで押し切って軍隊を置いたわけなんです、ね、でその前にも琉球には中国からいろんな使者が来てますけど、彼たちは、儒教的な考え方にとってですね、武ではなくて徳、まあ、文を持って国を治めるというのは大変素晴らしいことだとかいうことを褒めたりしています。あるいは小さな国の生き方としては長らく存続するためには力を強くして存続するというのはこれは難しいと、
やっぱりあの徳王様が徳でもって国を治めていくっていうのが必要だっていうような感じで話をしてるわけですね、うん、まあ、ついでに言うとその明治の琉球処分の時に派遣された軍隊は一旦は那覇市の小倉、聞こえますかな、聞こえてますよ、那覇市の小倉に兵舎を置きます。そしてその後で首里城に兵舎を移すんです。首里城に、日本の軍隊の本部が置かれたわけですね聞こえますかな、あ、すいません、ちょっと今ツイキャスを操作してまして聞こえております、はい。いやいや、だから面白いもんで、あの明治維新の後の軍隊も首里城に本部を置きましたし、太平洋戦争の時は今度は近郷ですけど首里城に本部を置いてるわけです、うん。でここで沖縄はだいたい皆さんも昔から地理的な状況もあって軍備の島、要塞の島になっていたと思うんでしょうけど、実は大正から昭和にかけては沖縄は軍隊がない島だった時があるんです、うん、先ほど言った熊本近代が小倉に兵舎を置いて首里城に移っていくんですけど、その城を首里城から引き上げるんです、うん、で琉球沖縄には軍隊がない島になるという時期が、40-50 年間ぐらい続いてるんですよ、うん、でこれはなぜかというと、台湾が日本の植民地になったわけですね、うん、で台湾が国の最前線になっていきます。で台湾に軍隊が置かれて琉球には軍隊はいらないということになって、沖縄は、軍がいない島になるわけです。元の琉球国のような状況に戻ったんでしょうね、うんうん、ところが太平洋戦争が始まってサイパンが陥落するといよいよ敵が本土上陸するという寸前になって、台湾とかあるいは琉球というのが日本の最前線になってしまう。でそこで日本はどん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 軍隊を置くようになってしまうわけですね、うん、軍隊のない島から逆に軍隊だらけの島になります、うん、でそこで起きたのが太平洋戦争で、この時に、まあ、余命の一人が亡くなるというような悲惨な戦争を経験してしまうわけですね、うん、でその中で沖縄の人たちが考えたのはおそらくね、昔の琉球時代の考え方に戻って、小さな島が軍隊を持つというのはかえって災難をもたらすことになるんだという考えになったんじゃないかなと思います。これは沖縄の人たちの無意識の中にずっと寝て横たわっている問題じゃないかと思います。だから戦後アメリカと戦った、瀬長亀次郎さんが日本の国会で演説した時の有名な言葉の中に、沖縄は再び戦場となることを拒否するっていう言葉があるわけですね、うん、沖縄の人たちが沖縄を中心に考えるとどうしてもここが二度と戦場になってはいけないっていう気持ちがとても強かったんじゃないかなと思います、はいはい、ただこれについては東京から見ると沖縄は日本の一番端っこです、うん、国境の島だってことになって軍隊を置きたがるわけですね、うん、で沖縄側はいや我々が住んでる場所でここでは二度と戦争してくれるなということで意見の違いというのは今でも続いているわけです、うん、だから去年県民投票した時に、日本の防衛団に来まして、沖縄には沖縄の民主主義があるけど東京には東京の民主主義があるんだと、東京は東京の考えで進めていくんだというふうに言ったわけですね、うん、まあしかしそこで両方との話をしなきゃいかんし、沖縄の人たちは、沖縄は二度に戦場にしたくないという気持ちはとても強いものがあると思いますので、うん、それをどういうふうにして要求を通すか、あるいは本土の方にも聞いてもらうかっていうのが沖縄の課題がずっと続いているんだろうなと思います、うん、か端っこだから最前線っていうことで軍隊が置きたがるんですね。だけど小さい島だから、そう、ね、だから沖縄側としてはいや軍備を強化するんじゃなくて外交でやってもらいたいと、で沖縄の
将来を決める大きな出来事なんで、それは沖縄の声を聞いてもらいたい、沖縄の意見も反映させてくれっていうのは、これはおそらくなくならない非常に大きな声、沖縄の人たちの無意識の中に寝ている考え方だと思いますね。はい、ルドルフさんから、新琉球大和の琉球処分の時に似てますねって来てます。あの同じことを繰り返してると思いますよ。琉球処分の時に熊本鎮台を派遣する時に、最後はもうあの国の防衛は国が考えると、沖縄の意見は聞かないって言った、それと同じことが今もう一度繰り返されてるわけですね。しかし被害を受けるのは一番沖縄なんで、ということと、その被害を受けるあるいは基地負担の程度っていうのがなぜ不平等なのかというのが沖縄の、まあ、不満なんでしょうねってことですね。国を守るっていうときに、国の端っこの沖縄のことは守ってない、危ない目に遭わせてるっていうことについてはどうなのかなって思ってます。国じゃあここは国じゃないのかって、ここの国民は国の国民じゃないのかなって。はい、結局中心と周辺という言葉があるわけですね、はい、中心を守るときに周辺があるわけじゃなくて、周辺に住んでる人にとっては周辺が中心になるわけですよ。で、はい、見方によってどこが中心かというのは違うわけなんで、はい、周辺の人たちは自分たちは周辺の人じゃないよというふうに言わんといかないと思うんですね、うん、まあそれともう時間あるかもないかな、あ、一旦 CM に行きたいです。はい、はい、大丈夫ですか。じゃあ一旦 CM です。残り5分30秒です。残り5分30秒です。聞こえますかね。聞こえてます。あ、じゃあ、はい、いいかな。5分30秒なんでどうしましょう。あ、 CM 開けるまで30秒です。ん、 CM 開けるまであと20秒です。あ、 CM 流れてるね、まあ、はい。徳七さん、FM 小座聞いた方が分かりやすいかと。まあまあ、あと10秒で開けます。はい。首里城に移った。沖縄手帳、発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。はい、徳七さん、はい、はい、時間があまりないみたいなんで、はい、さっき明治維新の時に熊本鎮台の兵隊が、小浜に来て、それから首里城に本部を移しましたっていう話がありましたね、はい、でそれから引き上げて沖縄は軍備のない島になるんですけど、うん、その首里城に、日本軍の本部が置かれていた時に起きた事件があるんですよね、うん、それは首里城琉球事件ってやつですね、うん、首里城正殿の前に琉球、琉の柱が2つあります、うん、その柱が、切られてしまったという事件があるわけですね、うん、その日本の軍隊の憲兵隊長さんが、久しぶりに自分のふるさとに帰るときに、その琉球わかりますよね、竜の柱、うんうん、今正面玄関に2つ向き合って立ってますけど、うん、ちょうどこれはいいお土産になると、うん、いうふうに思って、うん、それを切り倒してしまうんですね、うん、大きいんでこれ持っていけないということで、竜の頭の方だけ切ってそれをお土産に持って帰ろうとする事件があったんです、うん、ところがその時に、竜柱を切り取った隊長さんはその夜に
熱発をするんですね。発熱をして、一説によればそれが原因で病死したとかいう話も伝わってまして、これは竜虫を切り倒したことのたたりだというふうになったらしいんです。それで大慌てでその竜虫の柱を元に戻さなきゃいかん、ところが、頭の方だけ切り取ってますが高さが合わないということでしょうがないんで、もう一つの竜虫も切り取ってですね、短くして、向き合う形にした。その時に向き合う形になってしまったという話があるんですよ。本当は正面を向いていたんだというのが今いろいろ議論されていますね。そうなんですか。はあ、あと一つの説は、これは鎌倉芳太郎たちが首里城を明治の時に取り崩す寸前で救うわけですけど、その後国の予算を入れて、修復するんですよ。その名目が沖縄神社っていうとの修復だったんですね。その時に神社であれば狛犬があって、狛犬は向き合っているんだということで向き合うように変えてしまったんじゃないかという話もあります。で、今首里城復元の時にどうするかっていう議論が起きていて、いろんな資料から見ると竜虫は入り口の方に向かっていたと、向き合っていなかったんじゃなかったと、向き合ってはいなかったんだというのがたくさん出て、その証拠も出てきまして、新しい首里城ではどうもお互い向き合うんじゃなくて玄関の方に向かう、正面に向かうという形に作られるようになりそうですねってことです。ちょっと楽しみにしてみましょう。何ですか。でもすごい首里城が、その軍、首里城の場所に軍が置かれてたから、そんなとんでもないことが起こったんですよね。そうそうそう、はい、首里城の地下に太平戦争の沖縄守備軍の司令部が置かれていたから、徹底的にやられたわけなんですね。まあ、首里城戦争とは縁が深いところなんですね。はい、そうですね。なんか今も本当に同じ問題が繰り返されているので、この昔からこの構造があったのかっていうのを聞いて、改めて本当に昔のことを勉強した方がいいなと 思いました、うん、昔から変わらない問題がずっと続いていると思います。はい、じゃあそろそろ時間になってしまいました、徳七さん。はい、今週もありがとうございました。じゃあリモート2回目無事終了しましたですね。はい、島津信仰、琉球信仰からの話ね、本当に大事だなと思います。はい、多分これが沖縄で一番大きな影響をもたらしている事件だろうなというような感じがしますね、つくづく。はい、じゃあありがとうございました。この過去の放送をまたね YouTube でアーカイブしてありますので、ぜひちょっと一回聞いただけでは難しかったっていう方もね、ぜひ遡って聞いていただければと思います。ルドルフさんがね、感染症沖縄で流行ったのありますかって、それもね、3月末ぐらいの放送でぜひ聞いてくださいね。はいはい、ありがとうございました。沖縄手帳発行人の時間、はい、サイン札の提供でお送りしました。はい、どうもまた来週お会いしましょう。はい。